ミュージックチャーム、私が音楽の魅力について語る動画番組ミュージックチャームです。元祖ミュージックチャームをお聞きいただいた皆様はお久しぶりです。こうやって喋るのは久しぶりになります。そして初めましてという方も DJ マッピーという名前はどこかで聞いていたかもしれません。改めて今回ねこの番組スタートしましたのでよろしくお願いします。ミュージックチャーム、音楽を魅力的に語ろうという番組なんですが、私がラジオを20年ぐらいやってきた時には必ず片手にはストップウォッチがあって、もう目の前には秒刻みの台本スクリプトがあって、この波に絶対乗り遅れずに進めていくぞという気合のもとに喋っていましたが、今回は自分の部屋でオフの時間に音楽について語るような、そんなのんびりモードで行かせてください。実はですね、今回この番組の背景になっています CD ラック、音楽棚、これは私の部屋のそのままです。撮影用に片付けをしたりとかそういうこともなく、赤い棚を今日は赤い棚のある部屋からという感じでしょうかね。実は私の CD棚は白と赤とあって、赤から A からずっと並んでいって、で途中で白に切り替わってっていう感じなんですけど、もうこの時代になってあまり CD は増えないだろうと思って決め打ちをして、幅何センチというところで作ったんですが、これがねそうもいかないものですね。なかなかこう手に取らないと落ち着かないという私は、まだちょっとずつではありますが、やっぱり自分の大事な音楽の棚っていうのが増え続けています。そんな中から今日はですね、数枚ピックアップして一緒に聴きながら過ごしたいと思いますので、どうぞゆっくりと好きな体勢でこのミュージックチャームを楽しんでください。ミュージックチャームの最初を飾る一枚はこちらです。いきなりカラーコピーです。本当はですねアナログを持ってきたかったんですが、私の手元に今このアナログがないので、この大事な CD を持ってきました。映画トッツィのオリジナルサウンドトラックです。でですね、このアルバムにはエピソードがありまして、数年前にあるアーティストの方から、トッツィのオリジナルサウンドトラックを今ものすごく聞きたい、なのでとにかく持ってきてくれと。大体先輩アーティスト方にはですね、何かあったら何かしろっていう命令を受けるタイプなんですが、でですね、このトッツィのサウンドトラックを当時やっていたラジオのスタッフやディレクターやプロデューサーに、誰か持っている人いないですか、私手元にないんです。誰も持ってなかったんですよね。映画がここだ、これまで有名なのに持っていなくて、でじゃあもうこれは買いましょうと。で CD ショップに走ってもなくて、アマゾンに探してもなくて、欠品ですよね。これは困ったな、でもアーティストの要望には応えねばいけないということで、全国の音楽ファンがこうネットされてつながっているサウンドファインダーという大きい、ネット上のショップがあって、そこに探してみたところ、問い合わせたら山形県でアナログをお売りしましょうという方すぐ出てきてくれましてね、じゃあこれはアナログで購入ということでそれを買いました。でアナログを渡したらとっても喜んでくれて、実はその音色で聴きたかったと。でその後、音楽作りにも非常に励み、そろそろニューアルバムも出るかなという、そのアーティストはシングライクトーキングの佐藤筑前さんです。私にとっては兄のような存在で、いろんな音楽をね教えてくれたりするんですが、トッツィは私が購入しました。でですね、せっかくいいアルバムを購入してくれたんだからということで、私にはこの手書きのね、ちゃんと曲目標を書いて、お前もじっくり聴くようにということで借りました。でこれはCD としてね手元にも置いておこうと思ってるんですが、やっぱり何を聴きたかったかというと、デイブ・グルースインだそうです。メインテーマ、このあたりをじっくり聴いて、また今の音楽とのこの比較にもなるし、全く古くないぞということで、じっくりと、作品も素晴らしいですが、アルバムも聴いてほしいなと思っています。ちなみに
それは数年前の話で、今Amazon.com などでですね、このオリジナルサウンドトラックトッツィ完全版というのが出ていて、もっと曲数もスコアも増えていますので、そちらの方がいいかもしれません。松本智子ミュージックチャーム。では続いて、もう私にとってはですね、I'm ready now というね、もう私はもういつでも準備できてるわという、そういう精神が一致しました。ニッキー・ミナージュを紹介したいと思います。洋楽ファンというよりかは、女の子でラップを目指している子なら、必ずや聞くべしという、もしくは、ちょっと大人だからラップは困るんだよねという世代は、私ぐらいの年齢でしたら、エミネムはきっとみんな通ってると思います。で、エミネムがやっぱり先列好きだったという人にはその女版ということでおすすめします。で、今日はニッキー・ミナージュを紹介したかったので、自分のイメージもなんかピンクで来たんですけれども、インド系のトリニダード人で、とにかく原宿、目指すは原宿ガールというところがあって、衣装とか、まあ、その自分のファッションイメージも日本のものにすごいインスパイアされていますから、奇抜な感じ、それから日本人のこの華奢なところがお人形っぽくて受けてるとこあると思うんですけど、彼女のアーティスト写真はそこまで超体かけるかぐらいドール状態になってますので、このアートっていう部分でもおすすめですが、中身がですね、全部で今回の私が持ってきてるやつは20曲も入っているんですけど、最後まで飽きずに見たい映画みたいな感じで、1曲ごとになんていうのかな、カテゴリーが違う、ただラップで叫んでるだけじゃなくてストーリーがあるんですよ。で、30代40代50代それ以上の大人の人にも、なんか若い子が言ってることに意味があるんじゃないかな、ただ現状を壊したいんじゃなくて、今いる女の子たちに自分のこのピンク色のファッションを真似させたいんじゃなくって、今しっかりしてないと先見えなくなるよっていうことをちゃんと分かってるところが賢くてですね、やっぱりこういう子がオピニオンリーダーになると世の中面白いんじゃないのと思いました。で、サウンド的にはとにかく早いし、私は最近あまり高速で喋っていないんですが、家では彼女のラップに乗せて英語の歌詞カードを見て練習してます。それでも全く追いつかないんですよ。で、ちょっと測ってみたんですけど、エミネムと両方でラップをしている曲があって、2人の掛け合いで1曲で4000文字で、これ日本語の文字と比べると分かりにくいんですけど、4000文字のものを全部英語で書けっていうとかなりの量になるんですね。それを1曲の中に2人でラップをやっているので、私朝起きてこれを書けて英語の詩を見ながら彼女のラップに乗せていくだけですんごいあったかくなるので、もし最近ちょっと喋りがな、人とも明日プレゼンあるしという方は、ニッキー・ミナージュと一緒にラップをしてみるっていうのはありだと思います。男性ラップよりか語るようなラップなので、口の周りも良くなりますし、私は今ニッキー・ミナージュのおかげで喋れるようになっています。ではこのニッキー・ミナージュ、タイトルピンク・フライデーの中からですね、おすすめはデビューシングルの Your ラブという曲です。アニー・レノックスのフレーズで、ああ、散々聞いたわよね、90年代という方にはとっても嬉しい曲になっていると思います。ではこちらでぜひ Your Love を聴いてください。松本智子ミュージックチャーム。ミュージックチャームの第1回3枚目です。これが今日最後のご紹介になります。すごく地味なアルバムジャケットですが、これはテイルレスドッグというアーティスト、まあバンドですのアルバムで、アナログを意識して作ったそうです。で、ちょっと後ろを見ていただくとですね、私へのとても可愛いサインがメンバー2人から書いてもらいました。これはですね、すごく出会いが遡ってもう3年ぐらいになるんですけれども、彼らがですね、まだアマチュアのミュージックコンテストに出場していた時に、私がヤマハのアマチュアのコンテストのもう最終決戦だという時に、司会とインタビューを担当して、20組近くいたアーティストたちの中で、本番ですよね、その当日のステージでサブからね、こう見ながら、あ、この後どういう話を聞こうかなとかいうイメージを通り越して
感動したんですよね。ストーリーテラーっていう曲だったんですよ。でもうたくさんある曲の中でもその曲を覚えていて、で終わってすぐに駆け寄って、まあ、インタビューが始まって、そしたらあのボーカルの内田新生、心が晴れると書くんですが、内田新生くんがもう涙ぐみながら、すごく今日の歌は僕にとって大事な一曲を歌いましたというのを話をして、あ、こんな男の子がね、このステージ、アマチュアとして立ったステージで涙ぐみながらインタビューに答えてくれるんだと思って、わーっともう胸が締め付けられるようになって、ちょっとインタビューにも気合が入っちゃったんですよね。で彼らはその大会で優秀賞を取り、そしてその後本拠地の京都に戻って、じっくり制作活動をして、やっとアルバムができたんです。でもこの2年から3年の間、私はステージを見る機会はなくて、まあ、東京と京都ですのでね、なくて、今年ね、2011年になってから東京で 3days コンサートがある、あ、じゃあぜひ見てみたいと思って、行ってきました。中日に行ったんですよね。そしたらなんとですよ、これはもう私にとってはもうたまらなく嬉しいんですが、せっかくそのストーリーテラーを気に入ってくれた DJ さんが見に来るということで、ニューアルバムのためのライブなのに一曲ストーリーテラーというその曲を、昔の曲を挟んでくれたんですよ。まあ嬉しいと同時に、わ、あの時聞いたストーリーテラーとこんなに変わっていくんだっていうね、なんかこうダウントゥーアースっていうんでしょうかね、なんかこう僕たちやってることをあのしっかり踏んできたので、今のストーリーテラー聞いてねみたいな感じで自信に満ち溢れてて、それはそれですごく感動しました。でじゃあニューアルバムはどうなのかというと、もうね、濃いポップスなはずなのにやっぱりブルースが好きだったのねっていう。でなぜかというと、このテイルレスドッグという変わった名前もそうですけど、その内田さんがやりたい音楽はブルースなんですって。20代前半ですよね。で僕たちブルースやりたいんですって、はっ、何、その先は目指してるの何、でもコンテスト出てポップスだよねって言ったら、ブルースを将来やりたいから今ポップスを作ってるっていう、このねちょっと偏屈な感じがですね、これからどう変化していくのか、アルバム一曲一曲あのタイトルからして非常に分かりにくくて、これ全部日本語のちゃんと意味つけた方がいいんじゃないですか。例えばサイキーって3曲目あるけど何、ね、あのサイキー、ギリシャ神話のこう言霊の化身みたいな、それ書いた方がいいんじゃないって、いらないんです、僕たちの音楽は辞書片手にお願いしますって。さあその心が伝わるのかどうか分かりませんが、ぜひですね、このテイルレスドッグ、なんだ、尻尾を持ってない犬が、尻尾じゃがないと意思を伝えられない犬たちが、尻尾がなかったらどうするんだろうという、ここのね、何か一つ人に考えさせられる、考えさせる彼らの音楽心意気を一曲でもいいので受け取ってもらえたら、もしかしたらですよ、2011年、私のイメージで言うと夏ぐらいに、夏秋ぐらいにですね、全国進出してくると思いますので、いち早くチェックしてください。で今日はあのテイルレスドッグがもうどの曲でもいいのでぜひ聴いてほしい、かけてくださいと言ってくれましたので、私はあの6曲目のペンブローク講義、分かりにくいんですよ、ペンブローク、あのテーブルである両翼側の広がるテーブルでありますね、このテーブルとコーギーの多分耳のイメージ、これをかけてるんだと思います。でコーギーはあの尻尾は短く切っているタイプの犬なので、彼らのアーティスト名にはまるんでしょうね。この分かりにくさと、まずはポップスからという彼らの曲をぜひ、皆さんどんな風に思うかも、私への感想もお待ちしています。ではお届けしたいと思います、テイルレスドッグでタイトル難しいんですが、ペンブローク・コーギーです。
お届けしてきましたミュージックチャーム、いかがでしたか？いろいろとおしゃべりしましたが、だいたいオフタイムはですね、自分で好きな音楽に囲まれて、ああこうだとしゃべっておりますので、これからもぜひ一緒に過ごしてください。この番組でぜひ皆さんからのリクエストもいただきたいなと思っています。ぜひ Facebook にアクセスして、こちらのウォールにねコメントを書き込んでいただくか、ページ右上のメッセージをクリックして何でも書いてください。例えば皆様がお住まいの地域で有名なアーティストとか、私なかなか全国のライブハウス行けなくって、そういう情報をすごい頼りにしているのでお待ちしています。とはジャンル問いませんので、もう皆さんが好きで好きで追い続けている音楽なんか教えていただけたら、この番組でご紹介したいと思っています。それでは次回のミュージックチャームも私の部屋からお届けしますので、どうぞ楽しみにしていてください。ご案内はマッピーこと松本智子でした。ではまた。